大改中は、イングランドの経済政策の一つ。銀の流出と貨幣の劣化に対応するために、行われた貨幣改中で、ウィリアム3世とメアリー2世が即位した後の1690年代後半から実施された。この改中は、造幣局の幹事に就任したアイザック・ニュートンの主導により行われた。アイザック・ニュートン貴金属製の貨幣が使用される国々では、 貨幣の円の削り取りが横行していた。貨幣から金銀を削り取って溜め込み、それを鋳造所に売って、新品の貨幣を入手する手段は儲けが多いため、厳罰を課されても削り取りをする者は後を絶たなかった。歴史学者、トーマス・マコーリー教によれば、1690年代はシリング銀貨といっても、実際の価値は10ペンスだったり、6ペンスだったり、 グロートだったりしたという状況だった。削り取り防止のため、貨幣の縁に溝や名国を入れ、削り込んが一目でわかるような工夫も考え出されたが、造幣局の職人たちの抵抗により、なかなか改革は進まなかった。1695年には流通する全効果の約10%が偽金という状態となっていた。また、16世紀前半に、 メキシコやペルーの銀山からもたらされた大量の銀によって銀の価格が下落した一方、インドでは銀が高値となっていたことから銀の海外流出が止まらなかった。そのためイングランドでは銀貨の素材が不足し、1690年代前半には通貨不足に陥り、1695年には合法的な銀貨を目にするのがほぼ不可能と言える状況になっていた。 銀貨の質が低下し続けたために海中が実施されるという噂が流れ始めた頃、国民は自分の資産の価値を守るために銀貨をギニー金貨へと交換するようになった。ギニーは銀貨にして20シリング分の金で作られていたが、ギニーの価値が30シリングにまで高騰した1695年6月には多くの人々が造幣局に金を持ち込んで、 ギニーへと交換してもらうようになった。一方で、削り取られて、重量の減った銀貨を持っていっても、代わりに受け取る新しい銀貨は、額面金額が大きく下回ってしまうため、銀貨を造幣局に持ち込む人は全くいなくなった。1695年に、大倉時間のウィリアム・ラウンズやニュートンは、削り取られた貨幣を回収して、その代わりに円に、 ギザギザのついた新しい銀貨を流通させるべきだと提唱した。ラウンズの案は回収した貨幣の削られて重量の減った分を反映させるため、新しいシリング銀貨は銀の含有率をかつての80%ほどにするという貨幣の平価切り下げで造幣局に新しい銀貨に変えてもらったとき、シリング銀貨を以前よりも約25%多く受け取れるものであった。 造幣局に銀が持ち込まれなければ新たな銀貨を作ることはできず、市場に流通する貨幣量が減少して、不景気や生産の縮小を招くだろうとラウンズは主張した。その案に、大倉大臣のチャールズ・モンタギューと哲学者のジョン・ロックは反対した。ロックは1シリング貨幣は1シリング分の銀であるべきで、貨幣がどれほど物理的に損傷していようとその価値を、 下げるべきでないという打艦貨幣の擁護者として論理を展開した。そしてイングランドの銀が外国に流出していることに対しては輸入の需要を抑えることこそ適切な解決策だろうと論じた。この時はモンタギュートロックの主張が通り削り取られたシリング貨幣は額面金額と同じ新シリングかと交換されることになった。ラウンズと ロックによる海中をめぐる論争は17世紀長尾を飾る貨幣論争として知られる。円にギザギザのついた硬貨はロンドン島の壁沿いに設置された王立造幣局にある縁取り加工機により作られた。大海中を終えた時、本来の重さの半分に削り取られて額面金額の半分の価値になっていたイングランドの銀貨は150年前の 大約海中以前の水準まで戻っていた。しかし、回収した、旧貨幣だけでは、新しい銀貨を作るための十分な量の銀は得られず、デフレに陥った。銀行家や資産家にとってデフレは好都合だった一方、負債を抱えた人々にとっては大打撃となった。しかし、造幣局のトマス・ニール長官が海中を主導していた、時期、旧貨幣の回収が進まなかったため、 新貨幣の材料を確保できず、国内を流通する貨幣が消えてしまうという事態となった。1696年5月2日に造幣局に就任したニュートンは、局内で行われる作業のすべてを得得し、同年の夏にはニールから長官の権限を譲られることになった。ニュートンはまず鋳造機の効果製造ペースを計算し、このままでは、 全ての銀貨を入れ替えるには9年かかってしまうと分かったため製造量を増やす洋造兵局に求めたが事務員から見ればそれは不可能なことだった。ニュートンは洋油室に新しい洋炉を2つ導入しロンドン島に洋油室をもう1つ設置した。そして老朽化して使用に耐えなくなった圧縁器を8台とプレス機5台も新調した。さらに 各路の石炭消費量や銀を溶融室から製造ラインに運んでプレス機に投入するまでに必要な人員、馬力を算出した。ニュートンの試算に従って高価製造の速度が決められ、最終的には1分間に50から55回程度の打刻を数時間連続で行うこととなった。作業員たちも作業可能なそのリズムに合わせて造幣局全体が動かされた。 当初は1週間に1万5000ポンド製造するのも難しいと考えられていたのが週に5万ポンド製造され1696年夏の終わり頃には6日で10万ポンドの貨幣が生産された1697年の終わりには回収された銀はほぼ全て新銀貨になり1698年半ばには回収事業はほぼ終わっていた 1699年6月には流通する通貨は、ほとんどが正常になったので、増設した機械を売却した。イングランド国内に通貨は行き渡り、世上の不安は収まった。チャールズ・モンタ牛は、造幣局にニュートンがいなければ、海中はうまくいかなかっただろうと述べた。ニュートンの計算によれば、 大会中による銀貨の製造量の総額は6859,144ポンド8シリングだった。1695年12月19日に削り取られた貨幣は納税と国王への貸し付けに使われる場合を除いて一切支払いに使えなくなると布告された。そして1696年4月2日以降は削り取られた貨幣はいかなる支払いにも使えないことに なった。この布告を受けて、削り取られた貨幣を誰も受け取らなくなったため、イングランドの商業活動は麻痺状態に陥り、ほとんどの人は決められた日が来るまで誰も納税をしなかった。混乱を受けて、布告の約1ヶ月後の翌年に1月21日に、議会は妥協策として、貨幣三段階改善法が出された。この法により、移行期間は6月末まで延長され、 社会は一旦は落ち着きを取り戻した。しかし、6月24日までに大蔵省が回収できたのは470万ポンドのみで200万ポンド以上が国民たちの手元に残っていた。1696年5月までに十分な数の新銀貨を鋳造していたはずが、イングランド国内からは銀貨が不定した状態となっていた。税収はなくなり、 国債が額面の30%割引きで取引され、民衆が日々の食料を買うための金さえも市場からは消えてしまった。削り取られた旧貨幣で納税しようとしたところ、徴税者がそれを拒否したため暴動が起こった町もあった。国民から回収した貨幣と交換で渡す貨幣には額面に差が生じるが、その損失分は政府が消費税で賄う予定だった。 しかし、実際の損失額は、事前の見積もりよりも大きかったため、赤字補填のため政府は、借金をすることになった。造幣局は回収した、旧貨幣の処理が進まず、持ち込んだ人々は、支払いの約束書だけを受け取って帰るしかなかった。造幣局で貨幣を作るプレス機は、馬力によって動かしていたが、働かせた馬の封を始末するだけで700ポンドの費用がかかった。 銀の市場価格が銀貨の額面金額を上回っていたため新銀貨の大半は市場に出回らず流通から消え流通する貨幣不足で小売業は崩壊し暴動も発生した新貨幣発行による混乱が収束するには11月までかかった96年11月に発布された貨幣三段階改善追加法で1697年7月1日を 最後に、休貨幣の交換には応じないと決められたことで、交換期間終了までに円に、キザキザのついた新銀貨は680万ポンド発行されて、その多くは削り取られた休貨幣と交換された。専門家によれば、一度も交換に行かなかった貧しい人々の手元に100万枚ほどの休貨幣が残されていると考えられた。改が行われている間に、 政府は急騰したギニーの市場価格を抑えるため、税金の支払いにギニーを22シリング以上の価値で使ってはならないと決めた。しかし、22シリングでも十分な儲けになるため、人々はまず金を輸入して、ギニーに交換ギニーを銀貨と交換銀貨を溶かして、銀貨にして東洋へ輸出するということをやめず、銀の流出には歯止めがかからなかった。ギニー金貨の価値は、 ニュートンの予想では、おのずと下がるはずだったが一貫して21シリングの価値を保ち、人々はできるだけギギを受け取りたがるようになった。国内への金の流入が続く一方、1699年までに、鋳造された正規の銀貨は、1715年には、すべて海外へ流出してしまうという事態に陥った。また、当時ブラジルを植民地としていたポルトガルは、 ブラジルのミナスジェライスで発見された金山から採掘された金をイングランドへの貿易赤字の補填に使用し、これにより国内にさらに金が流入した。銀貨が減少したことで金貨が通貨の中心になったイングランドは、やがて銀本位制から金貨を基軸通貨とする金本位制へと移行することになった。ありがとうございます。